全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。バラバラっとした感じのスタート。まずは先行争い。8番ベッフーザ先頭を伺います。1番セレスティアル先頭に入れ替わります。10番フォーマンヘイマス後位につけています。そのうち9番ミレニアムマシリカ、各馬1コーナーに入っていきます。外から18番スカーレットキング、3馬身相手13番スパイダーキング、5馬身相手4番タキキンセカンド、これを見るように外側15番タキキンシックス、続きまして16番タキキンフォース、少し差が開いて3番ヤンバルロマン、これからバックストレッチに向かいます。続きまして17番ヘブンソング、そのうち5番ノスケイジハルナ、12番チャムブルグ、内から6番ノスケ解決しろ。1000m の通過タイムは59秒5、外から14番ボスローズ、これを見るように内側2番トト、続きまして7番モグラオスフレンチ、最後方は11番ジャッカルエル、冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は依然レッフーザ、後ろに1番セレスティアル、10番フォーマンエーマス後位をキープ、外を抑えて18番スカーレットキング、18頭大ケヤキの向こうを通過、内から9番ミレニアムマシリカ、3馬身相手13番スパイダーキング、4コーナーをカーブし直線コースに入ります。歓声が大きくなって直線の攻防、後続馬が差を詰めてきた。先頭は8番レッフーザ、400を切って先頭レッフーザ、そしてフォーマン見えます。わずかに先頭はレッフーザ、ここからが勝負どころ。残り200を切ったレッフーザ、突き放しにかかる。スカーレットキング接近してくる。さあ勝つのはどっちだ。スカーレットキング差し切ってゴール。勝ったのはスカーレットキング。鞍上は横山武史騎手。スカーレットキングブリーダーズカップを制しました。2着レッフーザ、3着フォーマンエーマス、